どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はこのパーティーで無限地獄をノンストップで行きたいと思います。草薙3体だね。で、装備に、これだよね。吸血の牙。これを装備してます。これの能力が、攻撃で HP を吸収するってやつだね。以前、装備品ランキングやったんだけども、そこではね、俺ランクインさせてなかったのよ。そしたら結構コメントで吸血の牙は絶対いいよみたいに言われてて、3つね入手して使ってみました。クローニにはねあんまり意味がなかったんだけども、それ以外ではかなり使える装備だね。ちょっと侮ってた。全然侮ってました。はい、ということで、いきますね。もう吸血の牙、レベル高いやつ。ただ、S ランクだね。S ランクの攻撃力と素早さが速いやつ。それに装備させると、むちゃくちゃいい。まあ、草薙なんかは、まさに、うってつけのね、妖怪だね。草薙とか、あと、ブシニャンは、若干攻撃力が低いんだけどね。まあまあ、草薙がやっぱり一番ベストマッチなのかもしれない。あ、外れ。そうすると、アイテム使う必要がなくなるので、めちゃくちゃ早くいけるんだよな。大体は、ほら、回復をね、アイテムで、やりながら進んでいってたんで、まあその手間で結構時間がね、かかったりしてましたけども、この装備だと、まあ、クローニー以外だったら、回復はそんなに必要ないかな。ただ、ここのね、後の方になってくると取り付きが鬱陶しいのよね。取り付きが。まあ果たして、吸血の牙が、ここは合ってるのか、それとも、鱗の方が合ってるのか。まあ、鱗っていうのが、取り付けが効かなくなるやつだね。あっちの方がもしかしていいのか。どっちだろう。わかんないね。ああ、運が悪い。地獄オオサンショウね、そんな強くないんだけども、これ、目玉がね、外れた時がちょっとね、嫌なんだよな。いつもこいつを倒すのに5、6分かな、それぐらいかかっちゃうんで、これ3回とも大当たりで出せば、2分ぐらいで倒せるんじゃない、まあ、とにかくこのハズレを出すっていうのが、これはね、なんかもうちょっと運じゃなくって、ちょっと目玉の位置とか、なんか色とかそういう行動とかでね、当たりここだよっていうのが見破ることができればいいんだけど、見破れないんだよな。どうだ、外れー。もうなんて運の悪さ。次当たってくれ。これ徐々に HP 減って、わー、もう3回とも全部大外れじゃん。なんか仕組まれてるような感じで大外れだね。まあ仕方ない。次で倒せます。はい、ご利用して。徐々にダメージも全然回復していけるんで、余裕だね。あと一発。はい、どんどん行きましょう。あ、でも早かったよ、早かった。やっぱり回復アイテムを使わなくていい。その手間がないので、まあすごく気持ち的にも楽だし、時間もね、3分以内ぐらいで倒すことができました。これはいい。じゃあ、どんどん行くよ。あ、で、鬼時間は、クリアはしません。極力、扉からね、そのまんま、出ていこうと思います。クローニー以外だったら、もう全然余裕なのよ。クローニー以外は、超余裕で、ガシガシ倒していけるんだけども、まあ、時間がね、かかっちゃうので、極力、倒さず行きましょう。そっちか。
アイテムも、まあまあ、取れ、ああ取れるやつは取ろうか。うん、全部じゃなくていいから。この鬼人系がね、出てきてくれるんで、まあ、極力回収しながら。ああここは取るか。昇天寺のところかな。竜神玉いらない。はいはいはい。青鬼か、この声は。青鬼だ。うん、全然的外れな場所にいるんで、これ追いつかれることはないけどね。まあ宝箱全部回収していけば美味しいけど、今回はね、極力早くクリアしたいんで、取らずに、行きます。はい。はい、行くぞー。ほんまん、クロトンか。行くよー。クロトンはね、妖怪ウォッチ4プラプラの時がね、もう脅威の強さだからね、こいつ。ほんと、ラスボスとかよりも強いぐらいのキャラクターだから。あん時は要注意しないといけない。よし。で、ここはへそを攻撃して、弱点が出たら顔。ここでへそを攻撃すると反撃もらっちゃうので、ダメだったよね。うん、コメントで結構教えてもらいました。ありがとうございます。全然忘れてるもんな。よしよし。復活させることなくこれで押し切れるでしょう。なんで電流の術とか使っちゃうかな。あ、使わなくていいって。はい。あと一発。おお、最後。復活してた。ここはね、氷系の妖術でいくと、すごく早いよね。犬神とか、吹雪姫入れてると、全然早いもんね。あー、あとあれか。ドンドロ。物理だから、そうね、目が青色かな？青色じゃないと、ちょっと外れだな。うん、し、あいつの、ブレスで、思いっきりデバフ受けちゃうな。まあまあ、なんとかなるか。あっち側ね。行きましょう。あれ、ここ通れない？いや、通れるよね。こっちで、あそこのアイテムは一個回収していくか。せっかくだからね。ああ赤か。まあまあ、全然余裕で倒せるんだけども。ここを回収して、逃げましょう。必殺の遺伝書、全然いらない。おーおーおお、意外と早いぞ。来てる来てる。待って、ここも取ろう。よし。いらない。全然いらないやつ。はい。いや、いいよ。いい感じで。スピード勝負いけてる。クリアしていくよ。回復はね、だいたい道中で入れていくんだけども、吸血の牙の効果で回復がいらない。まあ、すごい時間短縮になってるね。辛いぞ。ああ、これ、お世話も別にいらないかな。お世話なし、でもお世話なしにして何を入れる？あ、まあまあまあ。キノコパンダとか、でもいいよね。サスライダーも出やすくして、アイテムを集めるとか、そういうのでも良さそう。うん、全然効かないぜ。カンズバル余裕だな。うん。もう、真ん中でやって。はい。楽勝すぎ。はい、次行こう。次が、でかいやつか。星雲のお守り、まあまあ、使いませんね。いきまーす。あー、違う。違うね。あそこはショートカットの
場所ですね。ショートカットは出さずに行こう。左右手で、そしてもう一回右だったかな、右右上だったような気がする。これ若干迷うんだよな。あぶねえ、おかんに当たったかと思った。大丈夫だったね。あ、正解かな。入道がいるよね、この上に。うん、これ当たり。よし、もうこいつも目玉を狙わず、そのまま弱点を狙っていきましょう。もう攻撃もね、全部耐えれるんで余裕です。いや混乱か。いや、もういい、大丈夫。仲間を攻撃したところで、いやー、そこそこダメージはもらうぞ。いいか、もうそれよりももう急いでクリアするっていうのを目指そう。おお、もう半分、いいね。守りダウン全然なんてことないよ。いけ、守りがダウンしたところで HP 吸収で回復するんで、ギャー、余裕だ。バカ野郎、なんで自分を攻撃して、それで吸収してよ。吸収しないのか。お、いいね、いい感じに吸収してくれたよ。違う違う、なぜそこでそれをやっちゃう。あー、やばい、欲しい。 OK、 はい、倒したって、ありがとう。うん、若干 HP 減ってんな。いいか、ここでね、メニューを開いて回復をやっちゃうとちょっと時間を食っちゃうので、そのまま進んでいきまーす。回復できるできる、うん、全然余裕でいけるでしょう。ここが、ここで鬼が一回来るか。鬼時間が、鬼時間来てからのだね。うん、ここで鬼時間だ多分。じゃ逃げるよ。上、ここはなんかアイテム取れなさそうな気がするぞ。行け、上か。あー、やばい。いや、1個ぐらいアイテム取れるか。いやいや、いいや。うん、おお、思いっきり目の前に現れた。まあいいや、行きましょう。青に結構遠くにいるけども、いいね。はい、サクッといっちゃおう。ここでボスで HP も回復するだろうし、こいつと確か混乱だったよね。徐々にダメージとかそういうのやつだったら全然余裕なんだけど、混乱だった気がするな。おーおーおー、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいダメージだよ。あ、余裕だ。もうなんか押し切れそうな気がする。いや、無理か、さすがにそこまではいかないか。押すね、押していくね、お前たち。終わりだ、楽勝。さすらい玉すら出てこなかった。はい、次行こう。いいね、いいね、だいぶ早いよ、だいぶ早い。高速周回にはもうこの吸血の牙がもう最適なんだろうな。うん、いやいや、これ本当に驚くほどの高速周回だよ。ここまで早く行けるもんか。よーし、あーっと、いけ。そこら辺でね、なんとか敵に当たっちゃうことがあるけど、いやー、逃げろ、絶対当たらないぞ。鬼時間、ここでも逃げ切りましょう。あー、なんか嫌な場所だな。どこ、ゴールは下、下か。ああ、わかった。
のあそこのところか。行くぞ。あ、でもアイテムは1個。嘘、これ黒鬼だな、おそらく。黒がジャンプしてきやがったな今の。あ、でも余裕で逃げ切り。なんでこれが出るかな。青鬼か。もうちょっと宝箱いいやつが入っててもいいんじゃないかな。残念。よし、じゃあ武者もそろそろ出てくるでしょ。サクッと倒しちゃおう。もうそのまま弱点を狙っていきます。狙う。あ、バカバカバカ。剣とか攻撃しなくていい。もう常に弱点を狙ってガンガン攻めていこう。うん、 HP 減らない。 OK。 はいはい。いや、さすがに一回は回復するでしょ。そのまま押し切れることは多分ないよね。あーあー、ガードとかしちゃった。なんか しなければなんか押し切れそうな気がしたけどな。あー、やった。あ、これガードなかったら押せたよ。いや、ガードしてもいけた。さすがの攻撃力。草薙やるね。よし、さあもうそろそろでボスだよ。行きましょう。次がゲソヒゲール大臣。あ、その前に鬼時間か。鬼時間があってゲソヒゲール。おお、今回これ結構早い早い。めちゃくちゃ早い。周回にほんと向いてるな。どこだ？そっちか。これ逃げ切れるかな？アイテム使おう。いや、いけるか。この距離いけるぞ。これが小学校の方だったら、おそらく無理だったけど、ここならいける。アイテムを使う手間をなくした。いい感じだね。問題こいつだな。確か混乱使ってきたよね。こいつはちょっとなんかかかりそうな気するな。あ、そのまま狙っていけばいいか。いけるな。いけるいける。うわー、守り超ダウン全然いい。守り超ダウンとか全然余裕だよ。よし、いける。なんか目回らない感じしてきた気もするんだけどな。あ、怒った時か。あれは赤色になった時にしてくるんだったっけ。ゴリウスクシュ。ああ、もう本当だったらね、ちょっとずつ回復していかないと。全然きついんだけども、余裕。あは、何、あ、守りちょうだい。余裕余裕。おお、あ、来た。これ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 、混乱がきついんだ。うーわ、え、あ、そうか、防御力が減ってるからか。めちゃくちゃ食らったぞ。はい、あと一発。あー、閉じちゃった。で、また混乱。大丈夫、上書きされようがほぼ変わんない。うわっ、きつ。攻撃して OK。 いいね、バカ野郎。よーし、うん、混乱食らったけども、まあ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 、攻撃をミスるのは比率的に半々ぐらいなのかな。そこまで悪いことはしなかったんでいけた。よし、じ
じゃあ残りはドンドロです。ここも問題だな。目の色青であってくれ。青だったら多分押し切れる。あ、いや無理か。行くぞ。最初の封印を解くところで HP は回復するよね。うん、ここで全然 HP がマックスになる。頼む、目玉青青青青、ナイス。めちゃくちゃ運がいいかもしんない。バカ野郎、何が起こった。あ、混乱と徐々にダメージかと素早さダウン。ギャッ、攻撃ダウンとかも結構きついな。何かと鬱陶しい。やばい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 。あぶね、回復しよう。ウニ。でも大丈夫、混乱もそこまで、うんうん、効果をなしてないからいける。いや、どんどん上書きしてくるな。なになに、行動しないやつとかもあるけども大丈夫。デビビランがいる。混乱と、いや痛い、これはきつい。あぶねえ。うん、混乱と素早さダウンが結構きついな。あ、いった、やめろ。あ、やばい、ちょっと待って。はい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 、オッケーオッケーオッケー、いけいけいけ、バカ野郎。オッケー、ナイス、よし、来た。あとは押せ押せだ。倒せよ、頼むから。よし、え、なに、え、サボるんだ。嘘、戻っちゃった。なぜデビビランいるでしょうが。チェンジしやがった。やられた、マジか。くそ、ちょっとお話します。うそー、もういやー、あ、これはもう戻していいね。もう嫌なやつ、ほんと。よし、 OK で、ここでなんか妖術使っちゃって、頼むよ。オッケーオッケー、草薙はちょっと妖術してくれないからさ、お前たちがなんとか妖術で攻撃してくれ。ナイス、死神ナイス、煉獄ナイス。よし、あと一発だ。よし、もう最後はなんかね、ただ置いとくだけの光栄のやつらに変わっちゃったけども、はい、クリアしました。うん、周回には吸血の牙最適性です。めちゃくちゃ楽だった。うん、早く倒せるしね、これは良かった。うん、アイテムランキングでちょっとね、これは改めないといけないね。侮ってました、すいません。これ、吸血の牙、侮らないでください。すごく良かった。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。